ゲオルク・ビルヘルム・フォン・ブランデンブルク・バイロイトは、フランケン地方・バイロイト公領の辺境博。ブランデンブルク・バイロイト辺境博クリスティアン・エルンストと二度目の妻であるゾフィール・イーゼ・フォン・ビュルテンベルクの間の一人息子。当初は軍務に所属していたが、ランダウの戦いで、マスケット銃の銃弾により、深手の傷を負い、怪我が感知することはなかった。ゲオルク・ビルヘルムは、バイロイト郊外に、 ザンクトゲオルゲンアムゼーという郊外都市を創設している。この町はバロック様式で統一された計画都市でシュロスアムゼーというおぎも作られた。人工的に作られたブランデンブルク湖は土塁で囲まれ実際に大きな船を用いて模擬海戦が行われた。また、石州騎士団を創設し、毎年彼の生命祝日を豪華な式典で祝った。 石州騎士団は独自の教会を有していて、この教会は現在も騎士団教会と呼ばれている。ここには18世紀に掲げられた騎士団創始者の紋章が現在も飾られている。狩りにも熱中し、狩猟用の城として、カイザーハンマー城、ティーアガルテン城がこのために建設された。他にも、バイロイトのエレミタージュやのウィッシュテッドライン城の建設に関わった。また、 辺境迫量の軍組織を大幅に拡大した。ゾフィー・フォンザクセン・バイセンフェルスと結婚した。しかし、後継者には恵まれず、唯一成人した娘クリスティアーネ・ゾフィー・ビルヘルミーネは、初出の双子を出産したが、この双子は誕生直後に亡くなり、娘は感動された。死後はまた重帝のゲオルク・フリードリヒカールが相続した。ありがとうございます。